ということで現在9月の上旬ぐらいまで来てて、レギュラーシーズンもね残りあと1ヶ月弱ぐらいっていうところなんですけど、ツインズがね結構好調で、今一応順位としては1位になってるんですよ。まあ2位のインディアンスと1ゲーム差ではあるので、ここはね熾烈な争いにはなってるんですけど、まあ、これツインズがねアメリカンリーグの中地区地区優勝の射程圏内なので、これは優勝を狙っていきたいよね、ここまで来たら。うん、なのでできるだけやっぱね勝っていくっていう意味でも、チョイさんの活躍っていうのもねチームにかなり影響してくるんじゃないかなと思うので、せっかく抑えられる場面でね打たれて勝ちがね吹っ飛ばないようにちょっと頑張ってやっていきたいと思います。よし、じゃあやっていきますか。ちょっとね動画外で進めていった時に少しね救援失敗して打たれちゃったりとかしてたんで、防御率がねちょっと上がっちゃってますね。よし、まずは低めのカーブ。お、うん、取ったよね。あ、取ってないか。あナイス。ちょっと急に視点変わったから今一瞬分かんなかったけど、うん、セカンドが取ってくれたね。よし、これでも1球でビクター・リーエスが、うん、打ち取れたのはかなり大きいね。で、なんかこの、あのベストピッチするためのこの黄色のあそこの枠がちょっと広くなったと思うんですけど、なんかねあのライトニングロッドの、ティア4っていうのがねまあ解放されて、でそこでねつけた、やべ、あ大丈夫か。でそこでねなんかつけたあのパークスのやつが、あそこのなんか、まあ、あれが地震動とね関わってるんですけど、なんかもともともう最初から登板時に地震動が高い状態でスタートするっていうやつなので、あそこのね範囲がちょっと広くなってベストピッチ出しやすくは、うん、なったけど、やべえ、これはいっちゃったかな。あー打たれた。あれはいかんな、真ん中入っちゃったもんね、スクリューが。で、あの難易度をねダイナミックに変えてしばらくしたので、今ホールオブフェイムあたりなんですよね確か。うん、なのでやっぱ甘い球は相手チームのバッターもバシバシ打ってくるはずなので、ちょっとあれは気をつけないとな。あ、もうレジェンドか今。甘い球はもうあんな感じで持ってかれる可能性が高いので、そうか、レジェンドだとなおさらだな。一旦バルカンチェンジでちょっとタイミング外してみようか。あ、やべ、あぶね、これもちょっと甘いとこだったけど、うん、打ち損じてくれたな。いやー、危なかった。あ、そっかそっか、これでゲームセットか。あー、いやー、危なかった。まあ1点は取られちゃったけど、3点差あったからね登板時点で。さあ行きますか。今回はエンジェルス相手だね。あ、ルーキーなんだな、相手バッターが。トッド・ゼネギーって言ってたね。どんな選手なんだ。26歳。あー、まあでも打撃能力はまあまあって感じか。うん、多分あれなんだろうな、実在する選手なんだろうな。よし、できるだけベストピッチ出しに行きたいね、やっぱり。あ、まあこれは大丈夫か。コースがそんなに甘くなってないもんね。よし、まずはワンアウトか。ブランドン・マーシュ。あ、クリーンヒットか。
やばい。いや、打たれるな。やっぱレジェンドになってくると結構、やっぱ甘い球とか、それなりの球やっぱ逃してくれないね、なかなか。さあ、デビッド・フレッチャー。うん。よしよし。まずはスクリューでストライク。サークルチェンジじゃない、バルカンチェンジ。バルカンチェンジ。これはボールか。おーいお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 い、マジか。いやー、まずいな。ワンアウトで満塁か。なんか結構知らない選手多いな、相手のバッター。チャレンジ、これが、そっか、点数取られちゃいけないし、ワイルドピッチもするなって言ってんね。で、こっちは、点数取られるなと、あとは、カウントビハインドにならないでってことか。いや、こっちかな。結構ビハインドになることあるからさ、こっちの方がいいかな。よしよしよし。今の振ってくれたのは結構ありがたいな。バルカンチェンジ。あー、カーブでどうだ。いい、振ってこないな。いや、今のきついな、入らないの。おー、ぶねー、よく取った。佐野かな？うん。いや、よく取ってくれた。あぶねえ。うお、ピンチランナー結構出してくるな、エンジェルス。アンソニー・レンドン。一旦ボール球にスクリュー。見てくるね。うわ、入ってないか、今の。よし。一旦ワンストライク取って。よしよしよし。これでタイミング外して、ツーストライク。これは一旦もうここで決めに行ってもいいよな。インコースの高め。ここで行こう。行け！あー、カットしてくるか。じゃあ、ここは低めのカーブ。振ってくれ。くー、見てくる。見てくるなー。あ、やべ、取れるよね。大丈夫そうだね。あーぶねー。危なかった。いや、自ら招いたピンチだったからね。あぶねえ。ちょっとここ最近やっぱ難易度上がってきてるから、まだチョイさんのね、能力だと、なかなか苦しい時もあるけどね。まあベストピッチ出せないと甘いとこにボールが行って打たれるっていうね、パターンになっているので、ちょっとそこは気をつけないとだな。よし、来たね。よし、まずはスクリューでストライク取ってからのストレート。よし、いいコースだな。同じようなところだけどバルカンチェンジで、際どい。マックス・ケプラーもよく見てくるな。よし、ナイスピッチング、チョイさん。いや、今のはいいとこだったね。あれストライク取られたら手出ないよな。バルカンチェンジ。よし、これは引っ掛けてくれた。よし、いいね、佐野。そのまんま素手でボールキャッチして一塁投げてったね。よし、まずはカーブから入っといて、
ちょっとストレートインハイ気味にしたらスクリューを低めに集めて、あー高く入ったな。あー危ねー、当たりそんな強くなかった。よっしゃー、オッケー。確かこの試合がレギュラーシーズン最後の試合じゃないかな、確かそうだったと思うので、どうなんだろうな成績。いやもうかなり僅差で、この直接対決の直前でツインズがねインディアンスを2ゲーム差で追う形ではあったんですよね。どんな感じなんだろうな。ちょっと一旦クラブハウス戻りますか。うん、やっぱりあのさっき対戦のねスケジュール表確認したら、今シーズン一応予定されてるレギュラーシーズンはさっきの試合が最後だったみたいなので、一応これであのレギュラーシーズン全ての試合が終わったんですけど、ただこれ並んだからな、やっぱり地区優勝を決める試合やるかな、これ多分やるな。うん、ちょっとそれ試合日程進めてみようかな。なんかやっぱ組まれたっぽいね、今めっちゃ速くて見えなかったけどね。うん、ツインズが今2点リードで迎えてる状況なのか。よし、これはチョイさん抑えよう、頑張ろうこれ。よし、いきなりホゼラミレス、ちょっと強打者だからな、気をつけないとな。ストライクが入らないな。よし、うん、よしよしよし、今のはいい球だったぞ。よし、これで最後カーブ、うん、あーどうだ、大丈夫かな。うん、まずはワンアウト。いや結構見てくるな、際どいところに投げてる球も投げてるボールも結構見てくるからね。よし、おこれは打ち上げたな。よし、これでツーアウト。あ、難易度上がってレジェンドプラスになったな。レジェンドプラスもしかしたら初めてかもしれないな。高めのストレート、あやっべ、切れろ切れろ、あぶねーあぶねー、完全に今失投だった、あぶねー。ちょっとこれは低めにスクリュー投げとこう。アウトコースボール球でいいよな。うん、あー見てくるな。ちょっともうこのアウトコース低めにすげえ際どいところに投げてどうだ。あーでもこれはうん、いやちょっと佐野だいぶ落ち着いてるけど、よっしゃやったぜ。あれこれででも地区優勝決まってんじゃないのかな。なんかいつも通りだな、なんか地区優勝した時のわーみたいなやつなかったっけてっきりちょっとそれを期待してたんだけどな。いやだいぶいつも通りすぎるなこれ、だいぶいつも通りだなこれ。あれそうなんだ、これそのサドンデス的な感じにだからこうなっちゃってるとかなのかな。いや明らかにこれでツインズが地区優勝決めたはずでしょこれ。うーんそうだね、この27日、うんやっぱそうだね、9月のこの27日の日に1試合このねインディアンスとの試合が新たに組まれて、でこれ以降もないから、本来はそうだよね、これでもう終わりなはずだから、さっきのところで決まってイエーイみたいなそういう演出をすごい期待してたんだけどな。
やっぱあれかな、なんかいつも通りレギュラーシーズンで勝ってないからなのかな。そんなことあるか。はい、ということで多分これでもうレギュラーシーズンは終わって、で、うん、これで無事ツインズがね地区優勝してディビジョンシリーズに進むことになりましたね。いやー、これはチョイさんにとっても嬉しいね。今回僕としてもね、初めてねこのロードトゥーダショーでピッチャーやってのディビジョンシリーズ出場になるので、またバッターの時とは違う感じで楽しめそうだね。ということで、まあレギュラーシーズン の個人タイトルとかその辺のランキングは、まあ、次回ディビジョンシリーズやっていく前に見ることにしましょう。ということで今回はねこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。